矢口真理が再婚。交際、4年、一般男性と、3月中にも。元、モーニング娘。で、タレントの矢口真理、35、が、交際が伝えられていた元モデルの一般男性、30、と、今月中にも結婚することが、12日、分かった。関係者によると、親族や関係者には、近々結婚する、と、報告しており、日取りを見て婚姻届を提出する。矢口は、1998年に、モームスに加入。小柄な体でユニット、ミニモニのリーダーとしても活躍した。抜群のトーク力で、中心メンバーの一人として、グループを支えてきたが、06年のハロプロ卒業後、タレントに転身した。2011年に俳優の中村雅也、31、と、結婚したが、自身の不倫騒動をきっかけに13年に離婚。無期限休養を経て、14年、10月に復帰した。今回の結婚相手は、この時に不倫相手と、報じられた男性だ。矢口は復帰の際、男性と、同棲生活を送っていることを告白。再婚への思いを口にしていた。家族ら周囲は当初、再婚へ向け慎重な姿勢を見せていたが、二人が約、4年にわたって順調に交際を続けていることで徐々に応援するムードに変わっていったという。現在、矢口は東京 MX の情報バラエティ、教えて、アプリ先生などのレギュラーのほか、バラエティ番組を中心に活躍中。一方、男性はモデルを辞め、現在は一般企業で働いている。長い冬を経て、ようやく、二人に春が訪れそうだ。Thank you.